安心しろ、私も今起きたところだ。どうもおはようからこんばんは、殿でござる。帰り性ミリオンアーサープレイステーション4版、さあ続きをやっていきましょう。で、これを撮っている、まあ、今週ですけれども、そういえば昨晩グリンゴレットさんの背中に乗せてもらう夢を見たんですよ。そうか、それは良かったな。とりあえず強化合成、まあいろいろ今週、まあキャンペーンが、まあいろんなものが始まりましたよね。でそこでいろんなカードを手に入れました。まあまずはね、これかな、コルグリバンス、まあこれの第2型入りました。ようやく盗賊アーサー系で、あの全体魔法やっとね、あの手に入れました。まあ、ヒットポイントボーナスが、まあ、そこそこあるのと、まあ、私と相性がいい魔法ダメージが上がる、まあ、この辺を強化して、今レベル、まあ、昨日ですけれどもレベル最大50までなりました。これいいね全体魔法系やっと入ったのは非常に嬉しい。あとはね、またいろんなものを手に入れて、まあ、前回からかな、バーゲストはいたか、なんだっけ、そうそう、これこれ、得意型卑弥呼ようやく入りました。あのチアリーダーかな、あれをこう何度も繰り返していたんですけれども、まあそろそろポイントがなくなったんでマルチ行こうかなって思っていた直前に、まあ、ようやく入りまして、であとは、まあ、一つランクを上げて、まあ、星が6になりました。いいね、まあ、強いんですよね。まあダメージは、まあ、普通ぐらいですけれども、まあ一旦魔法防御ダウン、さらにはヒットポイントボーナス3200、まあ、まだまだレベルは12しかないんで、まだ50近く上げるともっとヒットポイントボーナスは高くなるので、まあ、私のデッキ、まあ、盗賊朝系ってヒットポイントが、まあ、少ないって言われていると思うんですけれども、まあ、その辺結構ね、あのボーナスがかかるんで、まあ、いいかなって思うんですよね。いやー、やっと入ったよあとはね、まあ、いろんな、他の、アーサーの、まあ、デッキもそろそろ使っていこうかなって、まあ、視野に入れて、まあ、その辺のカードも、まあ、売らずに、まあ、キープしておいてレベルも上げて、まあ、その辺強化はしているんですけれどもね。このおじいちゃん強いよね、やっぱりまあまだまだレベルは9なんですけれどもね。あとね、いろんなカード手に入れましたよ。まあ、そのキャンペーンが始まった関係で、まあ、こういったドライアドとか、あとはリネット、さらにはまあガチャの方で、まあね、私ねまあ基本課金はしてないんで、まあ、そのわび石っていうのかな、まあ、ああいうのとかもろもろ貯めながら、まあ、ガチャを回していってるんですけれども、その辺でいろいろ手に入りました。まあ、こういうのとか、まあ、お月見が始まったのかな、まあ、それでいろいろ手に入ったんですけれども、あとはサブクエストかな、あの辺をクリアしていろいろ、まあ、カード、まあ、チアリーちゃんとか、あとはあのクリスタル、ああいうのを貯めようと思って、まあ、その辺のカードも、まあ、強化はしていってるんですよね。まあ、そんな感じかな、まあ、いろいろ、まあ、強くはなっているとは思うんですけれども。強敵がいるみたいですね。次デッキ、まあ、今私が主力で使っているメンバー、まあ、こっちは明星デッキで、あとはいろいろ作ってるんですけれども、まあ、一番主力はこっちかな。ヒットポイントは1万7000で、魔法ダメージも2300で、私自身のレベルも今70何歩だったっけな、強敵がいるみたいですね、74まで来ましたね。戦いに赴きましょう。あの1日、まあ、2時間ぐらいかなプレイしていても、まあ、そこそこ、まあ、いいところまでは来ているとは思うんですよね。で、まあ、クエストポイントも、まあ、上級2回分ぐらいは、まあ、溜まっているので何かやっていこうと思うんですけれども、バクーホリもいたね一回で、あの特急やったんですけれども、まあ、クリスタルを使いながら復活、まあ、繰り返してクリアしたんですけれども、まあ、一発でね、あのね、ぐんぐんにいるかな、あれ1万6000ぐらい食らったりして非常に危なかったんですよね。まあ、魔法防御、まあ、魔法攻撃を下げながらなんとかやったりはしたんですけれども、まあ、今一人でクエスト、まあ、この時間帯、まあ、まだ朝の、まあ、10時ぐらいなんですけれども、まあ、見ると、まあ、このルーっていうのかな、まあ、これが今日追加されてた、あ、しかもあと7分か、まあ、ならば1回やっているのも、やってみるのもってかな。あとこのポックルとかリネット、まあ、この辺は、まあ、一通りやってるんですよね。でちょっと余った時とか初級をやって、でクリスタルをちょっと稼ぐっていう、まあ、姑息な手をやってて今23個ある状態なんですけれども、さて、まあ、時間もないことですし、このルーまだ初見なんですよね。
一体どんなね攻撃してくるんでしょうね。歌姫朝明けか、ヒットポイントを回復で自分もドロープラス1。なんか今週始まったキャンペーンかな、あのキャラクターってそこまで強くはないですよね。まあ、先週あたりまであったのは結構みんな強かった気はするんですよね。この辺とか魔法ダメージが低いんですよね。まあ、ドロープラス1なのはまあ助かるんですけれども、あとコストが2か、まあ、それは使いやすいっちゃ使いやすいな。まあ、まずはこのルーのクエストやっていこう。とりあえずは私の主力メンバーで行かせてもらいましょう。さてやってまいりました。属性は光か、まあ、闇系は結構持っているんでいいっちゃいいんだが、まあ、果たして最初一体どういう攻撃をしてくるのか。物理に魔法ダメージ、まあ、最初はデバフ系でやっていこうとは思うんですけれども、一体どんな攻撃をするかはよくは分かっていない。まあ、せっかくだこっちやっていこう。かわいいもんね休んでる暇はありませんよ。いや、初っ端から回復しても意味はないぞ。さあ、トールちゃんお願いします。おいでおいで。まあ、雰囲気的には物理っていうか魔法系な感じもするが、ふむ、我々の、まあ、物理攻撃もろもろ下げてくる様子、攻撃はできるな。ならばマンダーク先生お願いします。潤いの雨、しかしね、クリスタルが欲しいねなんかね、もうしょっちゅうね、あの湧き水が入ればいいとはなって思うんですけれども、あとはなんだっけ、あのフォロワー数かな、あれの突破とかで、まあ、3個とか、まあ、その辺もらえたりはするんですけれども、まずはアームを撃破。あれかな、メインストーリーやっていくべきかな。一応一章はクリアしているんですよね。なんで、クーホリンの兄貴のクエストもクエストっていうか、まあストーリーもやってはいるんですけれども、なんかあれ完全フェイトのね、ランサーの兄貴に見えるんですが、気のせいかな。とりあえずは攻撃を加えていこう。弱点属性で攻めさせてもらいますよ。燃えろ、嫌われてるわよ。みんな結構全体攻撃系持っていますよね。まあ、いろいろ見ていると、まあ、初期に比べると全体魔法系、まあ、全体攻撃系かな、ああいうのも増えていってるとは思うんですけれども、魔法攻撃系か、随分威力高いな。どうしようかな、攻撃加えてもいいんですけれども、魔法攻撃か、ならば3ターン下げさせてもらいましょう。いや、回復は任せますよ。強い子なら泣かないのがセオリーですよ。まあ、以前までは私も自己回復系カードを入れていたんですけれども、あの与えたダメージの半分回復かな、まあ、あれは外しました。ただの盗賊だと思わないことね。まあ、代わりにいろいろこう威力を上げたり魔法防御とかを下げたり、まあ、そういう系を入れているんですけれども、あら、まあ、かわいそうに、ごめんなさい。さて、もう一つのシールドも撃破。魔法攻撃高いな。まあ、我々が下げられているっていうのもあるんですけれども、じゃあ響子さん使っていきましょう。弱点を攻めさせます。まあ、その前に私の魔法攻撃を上げてからの響子先生、まあ、このターン以内には決着はつくでしょう。続きはまた今度。まあ、なかなかガチャができない中でも、まあ、意外といろんなカード手に入っている、かつ、まあ、こういったクエストをやって、まあ、カードが手に入る確率も上がっているんで、まあ、その辺、まあ、最近は調子いいかなって思いますね。俺のビーチバレーの腕を見ろ。さあ、右下のね、金のカードが2枚ぐらい入れば1枚確定するとは思うんですけれどもね。さて、じゃあ時間帯が変わりまして、この未来型リトルグレー、こちらが追加されました。いや、かわいいねまさかあのリトルグレーちゃん、まあ、こうやって成長するとこんなにこうね、胸が大きくて可愛くなるんだな。とはいえ、まだまだ強化していない段階だとねまだ相変わらずこれ被っているままなんで、それは残念だとは思うが、
魔法防御アップ、まあ、そんなにね数値大きくないので、まあ、そこまで強いとは思わないんですけれども、まあ、味方全員というのはいいですよね。まだねこれカード手に入ってないんで、こちら上級やっていきましょう。まあ過去に1回や過去っていうかまあこの前かな、まあ、やっているんですけれども、まあカードが手に入っていないということでもう1回やりましょう。さて始まりました。属性は炎か。ならばマンタンク先生がご活躍するとき。さてと最初はどうしようか。物理ダメージ、魔法ダメージ、まあ魔法ダメージっぽいよねそのレーザーガンっぽいのでやるのか、はい、だがね狙えるのはこのね浮いている惑星なんですね。まあ、そこまで強くない相手の時はだいたいこうまあオートでながら作業でやってたりするんで、まだそこまでこのリトルグレッツがどういう攻撃をしてくるかっていうのは覚えてはいないんですよね。おっと気安く触れるな。こう防御を上げてくる。攻撃自体は魔法攻撃系か。んー、マンタンク先生がいらっしゃらないぞ。物理ダメージはしょうがないか。毒、あとは光、まあ、まずはこの惑星壊させていただきましょう。潤いの雨、防御を上げてくるのは厄介だな、まあ、それだけ長期戦になる。かつ私のデバフカードもまあうまいこと出ればいいんですけれどもね。ビビビビビビ、ふむ、なかなか食らわないな。知らないわよなかなか高飛車な感じだな満タンク先生がいらっしゃらないか。物理ダメージか、あんまり使ってもしょうがないな。物理ダメージダウンこの辺はしょうがない。じゃあどうしようか。風属性やってもダメージ上がらないんだよな。ならば毒ダメージ与えていこう。心に響け演歌の花道、可愛さでぶっ倒す。貧乏人は麦を食え。弱点属性を攻めているのでダメージは相当高いが、できればねあの本体以外から狙っていきたいですよね。というのでコンピューターに指示できたらいいんですけれども、まあそれがやっぱりマルチでないとまあわからないところはありますが、やっときたよマンタック先生。まあ物理ダメージ下げてもしょうがないか。とりあえずマンタック先生でこの惑星を狙っていく。頑張れ。続きはまた。チェインは狙えないが、まあ弱点属性ということでダメージは上がっているはず。椿のように潔く散りなさい。俺のビーチバレーの腕を見ろ。あともう少しだな。容姿ダミープラネット撃破。あとは本体だけだ。6秒もの同盟と言いながら自分回復していればどういうことだ。そうだな、じゃあどうしようか。まあコストが5なんで、まあ、使っていくとすれば、まあ、まずはこの辺かな。チェインを狙っていこう、まあ、せっかくなんで物理ダメージも狙っていこうか。まあ多分先ほどと同じ魔法攻撃系だとは思いますが、やらせない。まあ、言ってまだまだ一発ぐらいしかもらっていないんで、まあ、果たしてフィジカルのダメージが来るかどうか。いやトールちゃん可愛いないやみんなも可愛いよ。少々手荒だが、おすごいダメージだ。お倒したな。みんなグッチョブグッチョブ。まあ多分カードは入らないだろうな。まあ、特に名声デッキというわけではなかったんで、まあ、その辺はまあしょうがないことではあるが、強敵がいるみたいですね。いやとはいえねクリスタルがまだまだ今24個、まあ貯めてガチャを回すためにはやっぱり課金しないといけないのかなその辺ねそろそろ迷ってはいるんですけれどもね。新しいストーリーがあるみたいですよ。私のこの貧乏生活で私どこまで早速見てみましょうよ。投資ができるか、まあ考えてみればね、まあいろいろキャンペーンも始まって、でみんないろいろガチャを回していると思うんですけれども、まあそうやっていろいろ
まあ限られた条件でカードを手に入れていって、まあそうやってデッキを組んで、まあそれでいろいろ個性が出てくるっていうのは、まあそれぞれのプレイヤーならではっていう感じがしていいとは思うんですけれどもね。まあこの辺のブースターガチャ、11回ガチャあるためにはクリスタル45個、まあ20個ぐらいは、まあ、課金して手に入れないといけないわけですけれども、まあそろそろストーリーの方を進めて、まあクリスタルを手に入れていくっていうのも、まあ、視野に入れていかないとはいけないとは思うんですよね。あとはこのメダルガチャ、お月見さんはまだまだ1400しかないので、まあ、基本ね、すぐこっちを回しちゃうんですよね。まあレア度で言ったらこっちの方が高いんで、まあ本当は一番貯めてやってはいきたいんですけれどもね。一応サマーガチャもまだまだ続いてはいるんですね。とはいえもう消費しているのであと60枚しかない。まあこの辺はまた、まあ、1週間ぐらい置いてぼちぼちやりながら、まあいろいろレア度高いカードを、まあ、手に入れていこうとは思います。では今回はここまで。まあ、そこそこね、まあ、2時間、まあ、2時間ぐらいのプレイでも、まあ、順調に育ってはきているので、まあ、これからどんどん強化していきたいと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、早速見てみましょうよ、朝様。